サコイン・タカユキシン、サコイン・タカユキシンから1909年11月11日は、日本の思想家、教育者、社会事業家である。自身が失明した後、視覚障害者の権利向上のため、盲学校の創設、日本初の展示新聞の創刊、日本初の展示プリンターの開発などを手掛けた。現在の鹿児島県鹿児島市城四備町に生まれる。 1888年10月、東京専門学校政治家に入学するが、翌1889年2月に助籍となる1894年、日清戦争に従軍し、軍曹まで昇進する。しかし、1896年、白内省により失明した、ハリアン術を学ぶ。1899年に、今村造公と結婚。千九百二年、 日本組合神戸タモン、キリスト教会でキリスト教の洗礼を受ける。1905年6月、私立神戸君も多員を創設する。二面釣り展示活版教の特許を取得した。同年7月に六校舎を創設する。1906年1月、日本初の展示新聞、明けぼを創刊した。同年、日本盲人会の発起人となり、会を発足させた。 1909年、廃結核により死去。1905年4月、日本展示の普及の速さに対し、展示出版物の観光が追いついていないことに、問題意識を覚え展示木製活版機を試作する。展示版、教育直後、高等小学徳本巻1を印刷した。その際、大量印刷と長期使用のためには、 金属製展示活版機を作る必要があると考え、カンベタモンキリスト教会の信徒のつてをたどり、開発に着手。イライザタルカットラの資金援助により、日本国内初の展示プリンターを完成させた。1906年1月1日、視覚障害はあっても、情報を得られるようにと考え、展示新聞、あけ物を創刊した。紙面の内容は、国内及び、 海外の時事問題のほか、教育、福祉、生活の工夫、視覚障害者向け求人など多岐にわたる。1906年前半に奥村三作、広本忠だらと共に、日本全国規模の視覚障害者福祉、教育団体である、日本盲人会を創設した。会の発足目的は、視覚障害者への教育、就労支援、展示出版物の発刊促進である。 安西国を、佐古院高行新研究ノート、早稲田大学指揮用、第23巻、1991年、89ページ。松岡秀隆、佐古院ン高氏新兵庫県の視覚障害者教育の、父交友プランニングセンター、友月、処房、2014年6月29日。AB 山本優子、見果てぬ夢を、視覚障害者の新時代を開いた。 サコイン・タカユキシンの生涯産業出版社2005年6月20日日本初の展示新聞アケの総護号見つかる神戸新聞盲人の教育国立国会図書館デジタルコレクション2021年1月21日閲覧盲人展示読集書1名展示教授法国立国会図書館デジタルコレクション 2021年1月21日閲覧盲教育士の手触り、人間の尊厳を求めて、小さし、社。2020年11月1日。展示中学講義録。第1学年。第1から3号。早稲田大学図書館。2021年1月21日閲覧ありがとうございます。